どうも現代忍者タグです。ニンニンピョンピョン、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、今日はわざわざスーパーの方に来ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日の早速企画なんですけれども、はい、はい、お願いします。参りましょう。このコロシアムの中に、はい、そうですね、はい、コロシアムの中に入ってきます。コロシアとして今日どうですか？どういう気持ちでいきますか？まあ、それは、まあ、この1ヶ月間この日のために鍛えてきたんで、もうボコボコにしてやりますよ。はい、どうですか今日？あの 足元見ていただければ、足音で悟られないように、でも本気で殺しにかかろうと。なるほどです。そして僕らの主役、僕らの本命です。本命、はい、坂口さん側にはお伝えしていない、はい、顔が見えませんかね。どの辺に待機しておく予定なんですか？まあ、絵が面白くなりたいので、はい、あの一応あの身を隠しますけど、はい、本来は入り口にいてもすぐ倒します。まだその臭いんで、ただ企画的に、企画的にやっぱ面白い。ありがとうございます。はい、自信のほどはちなみに、いやそんなの負けることなんてないと思いますけど、はい、まあ、ただ落としちゃうかなっていう。あ、なるほどなるほど。そうですよね。はい、じゃあ行きます。あれ、もう早速よっ、はい、
背中もサウワーいやなんかあの最初追いかけ合いというか距離取ってた時は、はいうん、あれもしかしていい勝負なのかと思ったんですけど、うん、距離が詰まった瞬間やっぱり殺し合いにしてはあの、はい、逃げてるから追いかけっこになっちゃうなっていうねなるほど本当2人で攻めてきたりした方がいいんですけどねはい、ちょっとこのなんていうんですか反省を生かしつつ、はい、また次のセット第2セットですか、ね、はいちょっと皆さん怪我ないか大丈夫ですか大丈夫です、はい、怪我ないですかはいありがとうございますよかったたちの最後の砦だったんですけど、アシュランと師匠はお前、ボスさんにクレンジするんですね。2人いらっしゃるので、はい、意識を分散させた方がいいです。はいはい、もうあの両方攻められると多分できないので、うん、どちらかが攻撃している時にその隙を狙って横もしくは後ろから。それで大丈夫です。もう見つかってていいんですか、もう僕らは。見つかっててもいいです。ただ、はい、その攻撃的タイミングですよね。どちらかが犠牲になるかもしれないですけれども。一人犠牲になってもらおうか。そうですね。一人犠牲になってて、一人にバーンバーンって、多分過剰にあの男はサービス精神が強いんですよね。だから過剰に叩いてるんですよ。叩いてパンパンの音聞こえたら後ろから行くって言ったらもう余裕ですわ。あ余裕ですわ。イメージはでも出てきました。人柱役、ちょっと僕行かせていただくんで。ちなみに後ろからはどんな武器で行かれるんですか？僕はね、ボスで行こうかなと思ってます。ただ、安心してください。映画用のあ、よかった。おもちゃですから。よかった。行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。チームプレー、絶対勝てると思います。はい、絶対勝てると思います。はい、参りましょうか。行きましょう。はいこれはあの無効とさせてください。無効。これはこの僕がほら、はいはい、あのやられた後についたじゃないですか。はい、すいません。ありがとうございました。あの、乾杯でした。ありがとうございます。僕もだけど本当にちょっとやりつつ、はい、得意なそのウェーブっていう技を使ったら怪我しちゃうので、はい、それだけは封印してやるっていうので結構気使ったんで疲れました。あ、手加減の方に手加減して
怪我させずに倒すって意外に難しいんで、はい、結構大変でした。床が意外に硬いのでなるべく倒さないようにと。なるほど、はい、本当はあのディザームっていうのが得意で、はい、相手が振ってきたものを取るっていうのも得意なんですよ。でその技の時関節とかやっぱ下に叩きつけちゃったら怪我すると思ったんで、こう大きく振ってきた場合もこの こっちはここが振りかけて、はい、この時に叩きつけるんで、はい、今ちゃんと足は受け身してるんですね。はい、けどさっきの方は受け身しないで顔面からいっちゃうんですよ、うん、なるほど、はい。日常にある殺しの道具というか、はい、行きましょうか、はいはい、解説いただきたいなと。はい、まずいいものが来ました。早い瓶ですね。あー、はい、このね、角で叩くと硬いんで割れないんですね。はい、で割れぬ瓶っていうのは割れないと相当ダメージがくるんですね。逆に言うと相手を殺したい場合は奥目で叩くと割れるんですね。はい、その割れたところを今度この頸動脈に突き刺すとちょうどここから血が吹き出てね、ヨガはね、これはもちろん漫画や映画の技ですから話しないでください。あとそのもちろんこういうところですね、角とかですね、はい、とかもいいですね。例えば相手がゆっくり行くけど襲ってきた場合こっち陣持つんですね、はい、こっちからこっちを落とすことによってここの角に後頭部を打つね、こういうものをここにあるものを把握して相手を倒していく、そういうこともできます。油、はい、これもすごくいいですね。これはなんか逆に取っ手があるので、はい、で相手がナイフでいい、相手がナイフを連れてきたい時この取っ手でここで離散しちゃうで、こっちここで離散することもできるし、お腹がついてきた場合こっちのここね、このボーンとか結構これトーンとかね、ちょっとお腹ついてきて、その時にトーンってなっちゃう。あー、痛いんだ。トーンとこの油の重みが、ここでもいけますね。こっちお腹ついてきて、こっちでここのところトーンってなっちゃう。これはいけます。あ、これいいのがありましたね。え、はい、ラップというか、ラップというか袋を、ね、これも素晴らしいんですね、はい、これもこのちょっと出てきて、ここ手のここなんですね。あっちゃ、これね、それでこれいきます。これはあ、これはね、こう持つんですね。これやらない、ここはですね、軽くより倒してドーンってだけで来るんですね。ほんのちょっとですよ、ほんのちょっとです、一番痛くないお腹ですよ、はい、ほんのちょっとですよ、はい、すごいこれ、はい、こんなに来るの来ます、結構いけつなく来ます、これすごい。痛いですね、はい、一番痛くないところでこれですか、はい、すごいな。そうですけど、どこに、はい、地点を当てるかっていうことになってますね、はい、これなんかナイフいいです。ナイフついてきてもこれなんかここで滑らせる、ここついたらナイフなんか滑るじゃないですか、はい、だからここの部分をカーンってやっちゃうんです。ああ。こういう缶詰もいいですね、はい、缶詰もここの鋭利なここを使うんですね。ここを使ってここから手首にここを押し上げて、あーって、へー、はい、その後このままウェーブでこうやりませんよ、やりませんよ、はい、このウェーブでここの部分にして頸動脈に対してウェーブをかけて、うわっ、パーンってなんですね、パッパッってやって開けたらちょうど混ざっていい感じ。このようにして、はい、日常でも、身を守る術、そういうものはたくさん、存在するんだなと私は思っております。